ジョセフ・ベナビデスは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。テキサス州サンアントニオ出身。エクストリームクーテは所属。ラスクルーセス高校時代にレスリングを始め、2000年にニューメキシコ州王者となる。ウィリアム・ペン大学でもレスリングを続けたが1年で中退した。2006年に総合格闘技デビュー。2008年7月21日。 ドリーム5で初来日。山本キッドのリフミと対戦予定であったが、キッドの怪我により鼓動に変更、試合は 1R にフロントチョークで一本勝ちを収めた。ドリームには複数試合の契約であったが、その後、ファイトマネーの支払いをめぐる問題のため離脱した。2008年12月3日、WEC 初参戦となった WEC37 で、 ダニー・マルティネスと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2009年4月5日、WEC40 で、ジェフ・カランに3から0の判定勝ちを収めた。8月9日、WEC42 で、トミニク・クルーズと対戦し、0から3の判定負けで、プロ11戦目にして、初黒星を喫した、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 12月19日、WEC45 で、ハニアヒーラと対戦し、パウンドで TKO 勝ち。2010年3月6日、WEC47 で、元世界バンタム級王者のミゲール・トーレスと対戦し、ギロチン・チョークで一本勝ち。サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2010年8月18日、WEC50 で、 トミニク・クルーズの持つ世界バンタム級王座に挑戦し、1から2の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2011年3月19日、UFC 初参戦となった UFC128 でイアン・ラブランドと対戦し、3から0の判定勝ちを収めた。2012年3月3日、 フライ級転校初戦となった UFC オニ FX2 のフライ級王座決定トーナメント準決勝で、シューと世界バンタム級王者のウルシアやすと対戦し、右フックでダウンを奪いパウンドで TK を勝ち、ノックアウトオブザナイトを受賞した。2012年9月22日、UFC152 の フライ級王座決定トーナメント決勝でデメトリアス・ジョンソンと対戦し、1から2の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2013年2月2日、UFC156 でイアン・マッコールと対戦し、3から0の判定勝ち。2013年4月20日、UFC オン・フォックス7でフライ級ランキング8位のダレンウェノヤマと対戦し、小勝ち。 2013年9月4日、UFC ファイトナイト、ケラ VS、ベーダーでフライ級ランキング5位のジュシー・フォルミーガと対戦し、TKO 勝ち。2013年12月14日、UFC オン・フォックス級で、UFC 世界フライ級王者のデメトリアス・ジョンソンに挑戦し、1RKO 負けを喫し王座獲得に失敗した。2014年4月26日、 UFC172 でフライ級ランキング8位のティムエリオットと対戦し、ギロチンチョークで一本勝ち。パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2014年11月22日、UFC ファイトナイト、エドガー VS、スワンソンでフライ級ランキング13位のダスティング・オーティスと対戦し、3から0の判定勝ち。2015年5月23日、 UFC187 でフライ級ランキング5位のジョン・モラガと対戦し、判定勝利。2015年10月3日、UFC192 でフライ級ランキング14位のアリバ・バガウティノフと対戦し、判定勝利。2016年2月6日、UFC ファイトナイト、ヘンドリックス VS ・トンプソンで、フライ級ランキング8位のザック・マコースキーと対戦し、判定勝利。 2016年12月3日、ザ・アルティメット・ファイター24フィナーレで、フライ級ランキング2位のヘンリー・セフードと対戦し、判定勝ち。2018年6月9日、UFC225 でフライ級ランキング5位のセルジオ・ペティスと対戦し、1から2の、判定負け。2018年11月30日、ザ・アルティメット・ファイター28フィナーレで、 フライ級ランキング12位のアレックス・ペレスと対戦し、パウンドで1四個勝ち。パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2019年1月19日、UFC ・ファイト・ナイト、サフード・ vs ディリシャーでフライ級ランキング8位のダスティン・オーティスト、対戦し、判定勝ち。2019年6月29日、UFC ・オニー・エスピナヌ・ドス・サントスで、 フライ級ランキング1位のジュシー・フォルミーガと対戦し、TKO を勝ち。パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2020年2月29日、UFC ・ファイト・ナイト、ベネビデズ・ vs フィーゲレドゥの UFC 世界フライ級王座決定戦で、フライ級ランキング3位のデーブソン・フィゲレードと対戦し、2アールに右ストレートでダウンを奪われ、パウンドで TKO 負け。 王座獲得に失敗した。この試合は、フィゲーレードが、前日の計量で127.5ポンドと2.5ポンドの、体重超過をしたため、ベナビデスが勝利した場合にのみ王座を獲得できる、ことになっていた。2020年7月19日、UFC ファイトナイト、フィゲレドゥ VS、ベネビデズ2の UFC 世界フライ級王座、決定戦で、 フライ級ランキング1位のデーブソン・フィゲレードとダイレクトリマッチを行い、リアネーキドチョークで 1R1 本負け、王座獲得に失敗した。2021年3月6日、UFC259 でフライ級ランキング3位のアスカル・アスカロフと対戦し、0から3の判定負け、3連敗となった。なお、この試合はアスカロフが、 前日計量で1ポンドの体重超過をしたため、127ポンド契約で行われた。2021年9月15日、総合格闘技からの引退を発表。ありがとうございます。